引っ張った抜けていったバックホームするサードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ1点返しました。7対4、カープなおも満塁のピンチ。警戒していた相手ですがタイムリーが出て点差が縮まります。相手に流れを渡さないようにするためにも次のバッターをしっかり抑えてほしいですよね。これで3点差に変わっています。ここはキャッチャーしっかり組み立てたいですね。さあこの場面でバッターボックスには3番の丸が入っています。まあ初球ボールになりましたけど低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。はい、ここは低めにコントロールしたいところ。もう一回持ってきました。ボールになります。アウトコースストライク。いや、ここで押し出しするようなことがあると流れが向こうに傾くでしょうね。打ち上げました。レフトの前でワンバウンド落ちました。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。セカンドランナーも今ホームイン。ジャイアンツ2点返しました。7対6になりました。カープなおも2塁1塁のピンチ。警戒していた相手ですがタイムリーが出て点差が縮まります。相手に流れを渡さないようにするためにも次のバッターをしっかり抑えてほしいですよね。ここで1点差まで詰め寄られました。カープここでピッチャーが変わります。カープベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども内間ここで降板です。まあまだリードはしてますから冷静にいくことですね。まあそしてこの場面相手が勝負強いバッターですから甘いコースは特に禁物ですね。そうですね。さあ気をつけていきたい。岡本が打席に入っています。ファウルです。これは変化球。ファウルボールです。今のファウルはストレートに振り遅れてる感じでしたね。さあ6球目は何か。空振り。ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたがここで食い止めました。ご覧いただきましょう。最後は三振で同点のピンチをしのぎました。しかしこの回ジャイアンツ大量得点で点差を縮めていきます。7対6、ジャイアンツが1点差まで追い上げました。6回の裏、カープの攻撃。バッターボックス大森、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。カープ1点リードで迎える6回の攻撃です。アウトコース見送ってストライクです。これが3球目。あそこは手が出ないでしょうね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。インローボー。
これもファウル、2ボール2ストライクです。打ちました、セカンド取る、アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の秋山、まずはワンアウトを取っています。初球見送っています。釣り球でしたね。はい、高めストレート外れてボール。はい、アウトコース変化球が決まってストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ勝負してくるのか。ボールになります。さあ仕留められるか。引っ張った、ファーストの横抜けました。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。ベンチの期待に応えました。ワンアウトランナー二塁となりました。ここはうまく打ち返していきました。ツーベースヒットを放っています。そうですね、綺麗に打ってますし、いいバッティングですよね。さあカープ追加点のチャンスを迎えています。まあこの辺りで中押しができると展開としては理想的ですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには羽月が入っています。ここはバントを警戒。ストレート打った、サードの右抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ホームに送球する、レフト前ヒット、これで3安打猛打賞。これでサードまでランナーが進みました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。しっかりつなげてきましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには3番の堂林が入っています。まず際どいコースをついてきました。里崎さん、犠牲フライを防ぐようなリードというのはあるんでしょうか。まあとにかく低め徹底で投げてフライを打たせないような配球をするでしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。なるほど、そうですか。外れていきます。3ボール2ストライク。よく見極めました、フォアボールです。里崎さん、ここはチャンスをものにしたいですね。そうですね、ピッチャーも動揺してますから一気に行きたいところですよね。さあここは積極的に攻めてほしい。
バッターボックスには代打の菊池。フォアボールのランナーが出て満塁となっています。西さん、ここに来て大きなチャンスが回ってきましたね。まあ流れはね、来てますよね。そうですね、この起用に応えたい。初球ボール、ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか一瞬の判断が難しいところですね。ああ、なるほど。まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。外の低め見極めます。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、低めのボール打った、大きな打球だ。タッチアップ、サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。菊池きっちりと犠牲フライを打ちました。さらにリードを広げます。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を入れています。ここで1点追加、犠牲フライでサードランナーが帰ってきました。きっちりフライ打ってきましたね。さあ、そしてこのチャンスで打席には5番の坂倉が入っています。低めのボール打った、これは面白いところに飛んでいる。掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回カープ犠牲フライで1点を追加しています。6回終了、8対6、カープのリード広がっています。里崎さん、ここから終盤です。両チームのピッチャー陣には踏ん張ってもらいたいところですよね。まあそうですね、僅差のゲームになって。インサイド落ちました、セカンドの右抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには6番大城。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ここはゴロを打たせたいですよね。うん、そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。さあ、この終盤一塁にランナーを許しています。バッターボックスには吉川。まあ、この展開なんでエンドランを使ってくることも想定できますね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。高めの球ストライクになります。147キロ。3球目外れました。これが4球目。アウトコース打ちました。セカンドうまくさばいて二塁を送ります。セカンドフォースアウト。さあ、この終盤で一塁にランナーを背負います。バッターは浅野、そして一塁ランナーは吉川。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。ここで盗塁を許してしまいました。もう少し警戒しておきたかったですよね。やはり足のあるランナーは怖いですね。
まあそうですよね。ライトへ、この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。追い上げることはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。8対6、カープがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃に入ります。西さん、ここで追加点を取ると取らないとではだいぶ余裕が違いますよね。いやもちろんですね。この辺の1点2点というのは非常にチームにとって大きいですよ。さあその1点取ることができるんでしょうか。これが2球目、インコース決まりました。ノーボール2ストライクです。内に持ってきました。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターボックスには代打の松山、近藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。